最終的かつ不可逆的な解決とは何か。西村慎吾の時事通信ナンバー1156、平成27年12月31日号、最終的かつ不可逆的な解決とは何か。歴史戦という観点から本年を見れば、攻撃の自由が常に敵にあった。我が国の内外で使われた戦後70年という用語は、日本悪者主観を展開して我が国を攻撃できるという戦略的用語であった。なぜなら、この用語の戦後とは、第二次世界大戦、第東亜戦争の戦後に限定されており、この戦争は、ファシズムイコールナチズムイコール軍国主義対自由民主主義陣営の戦争、すなわち、悪対正義の戦争で、正義が悪に勝った戦争であり、我が国は敗者つまり悪であった戦争であるからだ。したがって、あの邪悪な共産党独裁国家にして軍国主義かつ帝国主義そのものの中共、チャイナを、あたかも正義は我にありと言わんばかりに対日戦勝利70年記念軍事パレードを打つことができた。そして、その中共に迎合してその軍事パレードを見学していた韓国大統領も、朝から晩まで世界中で、従軍慰安婦イコール性奴隷を掲げて日本を非難することができた。これに対して我が国は、8月の総理談話で反省とお詫びを表明し、こともあろうに、あの村山富市談話を受け継いでいくと申したのである。そして、暮れの12月28日、韓国との間で従軍慰安婦問題に関して、総理が反省とお詫びを表明して最終合意したのである。以上の経過を概観すれば、本年は、歴史戦において最低レベルに落ちた年となったと言わざるを得ない。村山富市夜間直人や丸々等々が、靖国神社に参拝しないのは納得できる。こんなのが参拝すれば神社が汚れるからである。しかし、靖国神社に参拝できなかったのは痛恨の思いであります。といった安倍晋三が、村山富市談話を守ると言いまたもや靖国神社に参拝できずに終える本年は、やはり最低レベルに落ちたのだ。外務省のもっともらしい言い訳。また、分け知り顔の中共と北朝鮮の脅威に基づく日韓最終決着の必要性論。に素直に納得する必要はない。最低レベルは最低レベルだ。この現実を見つめよう。そこでだ。この本年の最低レベルから、来年、いかにして上昇するのか。いかにして我が国は名誉と誇りを回復するのか。このことを、強く考えねばならない。総理も外務大臣も、この度の日韓合意を、最終的かつ不可逆的な解決、と言ったのである。これは何を意味するのか。来年には、この問題は存在しない、ということではないか。これが、最終的、不可逆的解決、である。したがって、来年、いかに韓国内に反日デモが起ころうとも、韓国政府がいかにそのデモに迎合しようとも、さらに、韓国と中共の反日連携がなされようとも、その連携が台湾やインドネシアに広がろうとも、我が国は、断じて、平成27年12月28日に、最終的かつ不可逆的な解決に至ったことを堅持し、一切ぶれてはならない。韓国の運命を決めるのは韓国人なのだから。これ、自業自得。本年の最終段階でも日韓会談の意義は、かろうじて、この一点に見出せるのである。来年こそは、この一点を堅持して、英霊と共に我が民族の歴史と誇りを取り戻さねばならない。さて、今、英霊と共に、と書いた。その意味は、英霊は過去のある日付の時に亡くなったのではなく、現在の日本と共にあるということである。英霊と現在に断絶はないということである。この重きが、歴史戦に勝ち、民族の誇りを子孫に伝える力である。私は、このことのみを考えて本年を生きてきたように思う。よって、諸経史に、本年発表した以下の説著及び説論をお読みいただきたい。1、英霊との対話としての政治、青林堂。平成27年4月27日発行。2、国家の覚醒、天天社。平成27年12月23日発行。3、正論、2月号掲載論文、日露戦争に勝利した魂の象形、産経新聞。平成28年2月1日発行。諸経史。良き新年を迎えましょう。